私の育ての親からもう党には不要だから出て行ってほしいと、あれだけ繰り返し繰り返しお話をいただいて、もう万事休すと。柿沢氏は党の改革をめぐって渡辺代表と対立し、江田前幹事長とともに役員を更迭されていました。また新党結成を目指して民主党や日本維新の会の若手との会合を主導していて、新党に消極的な渡辺代表は不信感をあらわにしていました。渡辺代表は改めて回答はしないと新党結成の動きを牽制しましたが、江田氏らとは依然として対立していて、みんなの党に広がる動揺は収まる気配がありません。